はいどうも、獣医師のおぶきです。今回のお題はこちら、おいどんと変なもん食べちゃった時の考え方ですね。まあ簡単に、まあこんな考え方をしてもらえればですね、ご飯じゃない変なもん食べちゃった時にこうパニックにならずに済むかなっていうね、そういう考え方を今日は、パシッとお話ししたいというふうに思います。まあまずね、大前提としてご飯じゃないものを食べられてしまうっていうようなことはね、まあ未然に防いでほしいんですけれども、まあどうしてもね、やっぱりワンちゃん猫さんと一緒に暮らしてると、そういうね、アクシデントに見舞われてしまうことは多くありますので、まあそこはもうしょうがないところはしょうがないんで、こういう考え方を頭の片隅に置いといてもらえればなというふうに思います。それじゃあ始めますね。で、まあ3ステップですね。まあこれ別に何だろう、世界の法則ってわけじゃないんで、私がなんとなく考えてる3ステップなんで、まあ本当に何だろう、そんなに仰々しいもんじゃないので何の気なしに聞いてほしいんですけど、変なものを食べちゃった時、ご飯、フードとかおやつとかじゃないものをワンちゃん猫さんが食べてしまった時の、はどうしようっていう時の考え方、まず3ステップその1は、その食べちゃったものが毒なのかどうかってことですね。中毒を起こすものかどうかっていうのがまず最初に考えないといけないですね。もし例えばその食べちゃったものが中毒を起こすもの、玉ねぎとかチョコレートとか、あとはキシリトールとか、あとユリとか、あとはエチレングリコールとかね、ちょっとコアなところで言うとそういったところ、そういうようなもの、あとは人のお薬とかね、そういうようなものだった場合は、中毒を起こす可能性があるので、もうそこのファーストステップでこれは病院に行かないとまずいよねっていうふうに判断できます。はい。なので、まず最初のステップはそれが毒なのかどうか、中毒を起こすものなのかどうかっていうところがまず第一のステップです。第一のステップが、まあ、クリアできた場合、これ別に毒じゃないな、中毒を起こすもんじゃないなっていうものの場合ですね、次のステップとしては形ですね。その食べちゃったものの形が、とんがったものとか鋭利なものじゃないかっていうもの、それが2ステップ目ですね。私の中で考える、とんがってないか、鋭利なものじゃないか。例えばとんがってるものって爪楊枝とか竹串とか、鋭利なものってなんですかね、ガラス片とか、あとはカミソリの刃とか、そういったものが鋭利なものに入るかなと思うんですけど、そういうものも、まあ、たとえ中毒とかね、まあ、毒物ではなかったにしても、お腹の中にいるとですね、その形自体が、ワンちゃん猫さんにとってこう不利益な事態をね、引き起こしてしまうことがありますので、その場合も動物病院に相談した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。これが2ステップ目。3ステップ目は何かっていうと、そのまあ3ステップ目に行くってことは、まあそのファーストステップ、2ステップでクリアしてるってことで、じゃあ最後に考えなきゃいけないこと何かっていうと、それがうんちで出るのっていうことですね。大きさ、サイズの問題ですね。それがうんちで出るかどうかっていうところを最後に考えましょう。で、まあ毒でもないし、形も別に鋭利でもない、とんがってもないし、ほっといてもこれうんちで出るよねっていうぐらいの大きさであれば、まあそのままうんちで出るのを期待して、まあ自然に排泄されるのを期待するっていうのも、まあありな場合が多いです。まあちょっとこの動画で言い切るのもあれですけど、ありな場合が多いですね。うん、動物病院にお越しいただいて、まあよくよくお話をして、今のステップ踏んで、別に大丈夫そうであれば、じゃあうんちで出ると思うんで、大丈夫ですよっていうふうにお話しすることも多いです。結構多いです。はい。で、ただ、毒でもないし、形も別に問題ないんだけども、これは絶対出ないよね、と。胃からその先の腸に進んだ時に、まあ絶対腸閉塞を起こすよねっていうような場合ですね。まあ例えば何かっていうと、なんかタオル飲み込んだとか、あとはおもちゃ、ボール丸飲みしたとか、あとは紐ね、紐飲み込んじゃったとか、ビニール袋そのまま飲み込んじゃったとかね。そういうような場合はこれはうんちで出ないよねっていうことが容易に想像つくので、その場合も動物病院に相談早めにした方がいいかなって思います。変なもの、大きいものだったらば、まあ、胃の中にある状況であればね、いきなりお腹開けるっていうようなことでなく済むこともあります。内視鏡とかね。で、ただ胃から先の腸に進んじゃった場合はおそらくそこで詰まっちゃうんでね、あんまりにも大きいと、そういう場合はお腹を開ける手術っていうことになっちゃうことがほとんどなので、まあその3番目のステップでね、あれはこれはうんちで出ないよねというような判断が容易に下せる場合は、
早めに動物病院に行って、どうしたらいいかというところを相談した方がいいかなというふうに思います。まあ、ワンちゃんのねサイズにもよる、ワンちゃん猫さんのサイズにもよるので、まあ一概にこれだったらダメだよねっていうようなものはないんですけど、まあ体格と、物の大きさ、まあそこを比較して判断してもらえればいいかなっていうふうに思います。今の3ステップをねご自宅でポンポンポンと踏んでもらって、あるいはこれ動物病院行った方がいいかしら、どうしようかみたいなところをまあ考える手助けにねしてもらって、まあただね、ご飯じゃない変なものを食べるっていうのはまあ緊急事態というかね、まあ日常のことではないと思いますので、ご心配な方はね、動物病院で、かかりつけの先生と一緒に、どうした方がいいかというところを相談して判断してもらうのがいいかなっていうふうに思います。はい、そんなところ、うん、今の3ステップですね。まあもしもの時にねこんな判断でっていうようなところの、ヒントにしてもらえればなというふうに思います。はい、うん、で今日木曜日ですね、まあ私の話としては、まあ先週末ね譲渡会を、開催したんですけど、なんとですね、そのうちのチワワさん2人、里親さん決まりました。やったー。無事里親さんが決まりまして、今朝、今日ね引き渡しをして、まあ今後もね、私個人的にしっかり付き合っていくような形にはなるんですけれども、うん、しっかりお家でね、もうすでに動画のやり取りとかしてるんですけど、まあ、お家で、楽しそうに過ごしてる様子見れたんで、まあとりあえずほっと一安心してるところですね。まあこんな感じでね、新しい飼い主さんを見つけて、いくっていうのも結構人の幸せとかね、動物の幸せにつながるのかななんて思ってるんで、まあそんな大々的ではないですしね、そんな大げさなことでもないですけど、まあちょっとずつ活動していけたらいいかなというふうにこの譲渡会でもね思ってます。はい、そんなこんなで、木曜日の午後の動画でした。はい、まあ毎週このような形でですね、月曜日と木曜日に、主にワンちゃん猫さん、たまにウサギさんの、医療に関する情報を、動画配信しておりますので、ぜひ、よかったらチャンネル登録をしていただいた上でですね、次回以降の動画もチェックしてもらえたらなというふうに思います。はい、そんな感じで今回の動画も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回以降の動画もね、ぜひチェックしてもらえたらなというふうに思います。はい、それじゃあこれで今回は終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。